斧を持ったバッターですからね。こちら球痛そうだ。仕切り直し、2アウトランナーが3塁2塁です。先制のチャンス。追い込まれた尾形、追い込んだバッテリーです。1球外していきましたという場面で登場です。さあ2エンド1、4球目打ち上げてしまいました。ファースト後方ファールグラウンド、駒田が取りまして3アウト。横浜の打線だったらね、真正面です。正田がさばきます。ワンアウト。さあそのブラッグス選手ですが、6月23日のゲームから出場停止ということになったんですが、この回8試合を戦いましたにホームランを打った、そして今日もホームランを打っている。やはりこのブラッグスという選手は、辰川さん、ただものではないですね。ただものではないですね。怖いですね。怖いですか。見てください、この腕ね。え、そうでしょうね。1個ずつ持って両方の手で上げたり下ろしたりするらしいです。この前ですね、フリーバッティングでですね、はい、今のような感じになったんですよね。といった次の次の日で中日球場でありましたね。あ、それほどイライラしてましたね。怖かったですわ。まあこれ単純に考えますと、ちょっとかすっただけでも飛んでいくという感じなんですが、かすっただけでは一応の意地という、取ろうと思っても取れないという、はい、まあ、こういうものがね、取らせない、また取れないというのがね、ピトンと決めちゃいますよね、この8回で。今、勝利の振り子がどっちに行こうかって迷ってるだけですからね。この前田浩二がその斉藤隆に負けじと投げることができるかどうか。ノーアウトのランナー、セカンドです。スイングは去年の5月以来の、ね、久々の先発ということでね、本人はまあ精一杯投げたんですという話をしていましたね、はい。でまあ、あの5回の1点ですね、まあ、あれは仕方がないんだけども、うん、6回のその2点目ですよね、ピッチャーが、ね、そうですね、ワンアウトランナーセカンドのところで谷繁をそういうところに切って取ってね、別にほっとしたわけではないんだけども、相手がピッチャーで甘く入ってしまったなという話をしていました。もう少しいい形で次のピッチャーにつなげたかったという話をしていましたね。まあ、ただノーアウトランナーがセカンドです。2ストライク2ボールになりました。5球目、2、3、焦りをさすようなピッチングしてきた、はい、いうことなかったと思いますよね。まだこの、 あの横浜戦には投げさせてしょう、おそらく。あ、はい、これでね、自信持っていいと思いますよ、はい。フルカウントになりました。ノーアウトランナーセカンド、7球目です。外れた。スイングは取りません。もう1点も与えられません。回は8回です。もうとにかく7回まで投げればね、近藤監督も後のことは考えやすいですからね。トゥエンドワンという話をしていました。昨日僕話したらそういうこと言ってましたね。そうでしたね、放送室の席の前でね。引き上げてね、はい、この抑えになってくれなきゃいかんピッチャーですからね。富山阪神戦では八木に満塁ホームランを浴びてしまいました。 2-3 です。秀樹は山本ピッチングコーチの話によりますと、初速とそしてその初速のスピードが最後まで変わらない、非常に打ちにくいんだという話をしていました。6球目、高く上がりました。前田は肩がありますがかなり深い位置、タッチアップスタート。ボールは内野途中でカットしました。ホームイン、1点を追加しました。